あ、オープニングトークはじゃあ、あのカメラマンの守君に任せますよか。今日は何を教えてくれるんですか。はい、どうも、このご時世ね、自宅で、過ごすのが長い人も多いと思いますが、この機会にね、ちょっと取り組んでいただこうかと思いましてね、曲を解説も入れて、3段階に分けて3段階、何で笑うとんやろな3段階に分けてやるのが好きやから、うん、好きやからね、うちら、イージー、ノーマルハードな、はいはい、うん、ね、この間はあれ、この間なんか違うリズムの話を、うん、しましたね、はい、したんで、うん、3種類か3曲、うん、イージーからなんやけど、イージー、うん、まあこういうご時世にね、うん、同じこと言うとるやん、じっくり取り組んで、うん、そうですね、イージーノーマルハード、まあ、ハードに至ってはもう、うん、2、3日頑張ったところでどうにもならないようなことをやりますから自粛生活の時にうちでやってくださいで、いきなり難しいことしてもね、うん、そう続けられんやろうから、取り組みやすくて、まあ、楽しめるようなのをね、はい、じゃあ何しましょうか。何をやるか決めてない状態で喋ってるからな、聞き覚えのあるようなやつの方がいいからな。あ、インザムードやろうか。インザムードで、これおジャズの曲ですけど、おジャズのスタンダードですけど、うんうん、なるべくおジャズに使う 4和音のコードをあまり使わないようにして、はい、なるべく簡単な感じ、うん、イージーやから、はい、イージーで、うん、スタンダードを普通に4和音のコードで、うん、まあ、スタンダードやから4和音のコードでやらんと話にならんだけど、うん、スタンダードをソロギターにアレンジしてやると、うん、難しくなるから、うん、いや難しいのは、うん、だなるべく簡単に簡単なやつ、うん、3和音に近づけて、うん、形もあんまり変えんようにアレンジしたやつがあるから、いい、ね、それいきましょう、うん、それはもう、じゃあ一通りまずいきましょうか、うん、ピック使おうかな、見たらそれが弾けるようになる。弾けるようになります。あるんですか。最後ミスったけど本当になるんですかこれ。難しそうなのがいっぱい出てきました。いや全然難しく簡単です。本当に簡単です。できますかこれ。早速説明していきましょう。あ、お願いします。はい、レラ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 のなレラレラ。もうその時点でもう難しいんですけど、これどう聞こえる。これドゥドゥディドゥディ4つずつ聞こえる。ドゥ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 ダダ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 って3つずつ聞こえる。4つずつ聞こえる。これ4つと解釈してください。はい、で F の形を3フレット。これキー G。もう G 普通のも3音したからこれ。あ、ありがとう。 G で G の下3本。あ、はい、この形の下3本。3弦2弦1弦で、この3本担当も決まってしまう。指の担当が決まってるんですか。3弦人差し指、2弦薬指、はい、1弦、あ、2弦中指、はい、1弦薬指、あ、はい、これも担当、こいつはこいつ、ここ、はい、こいつはここ、はい、こいつはここ、はい、フィンガースタイル、俺はあんまり薬指使わんないけど、このロールはもう使わんことには無理やから、はい、あ、そういう感じ、ゆっくりいくぞ、はい、
なんやけど、これ分析するから4つずつな、ダタタ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 タやろ。まず人差し指に始まり人差し指に戻ってくる。いくで。ああ、戻ってきますね。はいはい。1弦、あ、違う、3弦、2弦、1弦、3弦。タタタタ、ここに始まってここに戻ってくる。タタタタ、はい、で次2弦に始まり、うん、2弦に戻ってくる、うん、ってことは、あ、中指な、中指、うんうんうん、あ、はいはい、タタタタ、はい、そこで戻ってきますね、うんうん、あ、はい、で次薬指に始まり薬指に戻ってくる、うんうん、3弦から始まる、うん、なるほどね。ティータイティティ、うん、ティ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 、はい、ティ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 、うんうん、これつなげる。ああ、はい、うん、なるほど。いくで。いやそれをやるだけでも。まあまあ一月ぐらいかかるんじゃないのこれ。いや大丈夫やろ。こっち動かんからな。もうこっちだけやから。こっちこのままやから。いや視聴者さんはまだそこまでのレベルになってないかもわかんないんで。ゆっくりいくな。ゆっくり。はい、あ、はいはい。これ繋がったやつ。分けると。たたたた。こいつと。たたたた。こっちはもうこのまんまやから、はいはい、見てだけ。それだけでもかなりのハードな技をやってますね。うん、そんなイントロ説明してなかった。イントロはいきなり美味しいのにこれ。ね、これしてくれた。そっちからで。うちの優秀な、はい、そっちの方からカメラマンが。はい、イントロお願いします。ああ、そこそこそこ。いやこれは難しいよ。おー、それで F の形、これもうこのまま F の形で、うんうん、ほら、ダダダダーン、で1弦、うんうん、1弦が半音下がる、下がってゆっくりいくな、うん、ここまでタタ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 半音下がったら、うんうん、2弦3弦4弦って上がってくる、はい、またこの形に戻してもいいわ、うん、で、また 2弦今度、うん、2弦の3フレットから、うんうん、もうほとんどこのコードの成分がいいんだけど、ルート3度5度ルート行ってメジャー7また下がってくる。これ言うたらややこしなのやな。もうそこまでいけてないいけてない。うん、で注意するのは、うん、8分で弾いとるけど、うん、イーブンにならんようにイーブンにならんようにイーブンになるともうなんじゃそれってもうなんじゃそれってなるから、例えばやってみると、うん、あもうイーブンなってないわこれ。跳ねとるわ。跳ねとるね。この後、うん、あ、まあ、そうやね、そうやね、あもう全然雰囲気出てないね、うん、これもうスイング、タタタタタタタじゃなくてタタタタタタ、うんやうんやうんや、何してんの俺は。入れたな。これ入れんでもいいよ別に。そう入ってたよな。
学生みたいなもんやからな。で、うん、また3弦からタタタタタタ、もうほら行って戻ってきただけ。タタタ、あ、はいはい。ね、ダリダリだ。三弦二フレット、一回弾いて引っかく、四フレット、な、上の四フレット、はい、でジュイーンと同じ音、そうですね、はいはいはい、B の音、もう一回、なんやけど二回目のは D いっとる、あ、ええかこれもう言わんで、D がどう、いや同じフレットなんや。だけど、うん、一発目は、うん、A の上で喋っとる、次は D で喋っとる、ゆっくりだとはええな、もうちょっとな、うん、それがすごい難しいのにここ A、A で、はい、そこ A、D、同じことやけどな、うん、フレーズはで、チャッチャーを最初に入れる、これ先やったな、いやこれはあの編集で頭に持ってきてくれる、あとに持ってきてくれとるはず、そう変わってるから、あとに持ってきやすいようにしようか、じゃあ、うん、メインの雰囲気、雰囲気やって、雰囲気、でとか、ここまでやったと、うん、やったな今な、うん、やった、そこの続きやな、ダダ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 、もう一回やるか、一通り、そう、これも要注意、リズムイーブンにならんこと、タタタタタタタ、もうイーブンでやるともう、もうね、雰囲気ぶち壊し、もう憧れてた先輩が、あのええかこれは、イーブンこれね、イーブン、あの確実に俺に気があるような女の人が、スーパーでお子さんと買い物してたあかんの、いやオッケーそこはこんなんいらんわだだだ、あのイーブンにならんようにな、イーブンに、ね、イーブンでやるともうほんまねイーブンでやるとね、なんていうの、もう100年の恋も冷めるというか、もう使い物にならんから、これ例えばこれイーブンでやると、うん、こっからなんかチャチいなわあ、何これ、タタ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 にならんように、タタ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 やな、物足りんやろ、薄いやろ、サウンドが、うん、薄い、ええ、ベースで下を支えたい、お、うん、ここでちょっと難しくなります、これまだイージーモードなんやけど、うん、ちょっと難しくなります、イージーモードだ、これはもう、まだイージーモードだ、まあ薄いね、うん、これはもう手癖にして、うん、手癖にしてというかもう、うん、して、うん、これを余裕でできるな、うん、ようになるまでやりましょう、まずは、普段薬指を使わん人はちょっと難しいかもな、うん、薬指ってなかなかピックで弾く人は、うん、いや難しそうなんやけど、うん、ベース入れられんよこれじゃん、ああそうやねそうやね、うん、俺も普段あんまりこのことやな、でベースを入れます、ベースが入った、これ G な、はい、これ G、こっちの形変わらんか、うんうん、こっちも G の形で、うん、2ビート、はい、うん、これだけ2ビート、はい、2ビート、この野郎顔が入ってないうん、2ビート、もっと行くのがいいか、あそうやね、あいいね、うん、な今のタタ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 に、うんうん、一緒にやる、うん、だからベースで支えるな、3、うん、こういうこと、あーこれで深くなった、だだ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 
タタ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 こんなん入れたら歯切れは良くなるかもな。すごい。で、この動き、お、今度 C。はい。下の3つは一緒。うんうんうん。音は違うけどな、若干。うん、C で、このベースが今6弦から6弦4弦6弦4弦ってやってたとこを5弦から始める。C に変わるから。右手の動きが一緒。ベースが変わってるな。コードも変わってるか。C に。C。C。これ俺指一本で押さえとるけど、うん、こういってもいいで。ああ、そう。そういう押さえる人もおるね。うん、D、はい。でも今の C をこのままこっちでやるだけ。うんうん、やるけどこんなことせんと、うん、もうシンプルにしてるから、B フラットまで行く。 B フラットまで行ったら半音ずつ戻ってくる、うん、全部セブンスにしてもいい。ほう、刻まんでもいいで別に、うん、こんなんでもいいでも最初は、うん、でまた、うん、メイン、はい、でここまでいった、うん、はい、出ました、ええ、はい、今度はここ G に、うん、G まで戻ってくる、うん、でシックス、ナチュラル13、G の、うん、分からんけど数えたら分かる。1、2、3、4、5、6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 、
こうか、もう C の下3つ、はい、で D いて、うん、GCD、うん、もうちょ、うん、コードだけ弾いてもいいでも、うん、こう何でもいいで、はい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 、こっちで弾いとったな、うん、同じこと、うんうん、C の普通のドミソ、これ、はい、1、2、1、2、3じゃない、1、3、5、はい、で、D いって、うん、5、6、また6よ、これ、うん、ドミソ弾いて、こっちの D の5、5度、6度、5度、6度、同じこと、もうコードだけ弾いてもいいわ、難しかったら、うん、これなんでいいね、皆さんついてこれてるかどうかもわからないですよ、これはじゃあコードだけにしましょう、じゃあ、うん、もう一回、あ、いいね、そうだから、まだまだいけるんじゃない、うん、これむずい、でも、でも、うん、動きは少ないからな、うん、これもう F を、うん、F か、うん、F を、うん、はい、10フレットでやったらこれ D になるから、あー、そう、うん、これまた一瞬6絡めてるな、なんせ6結構絡めますから、うん、そうだね、6度、この F の形で、うん、開いた指どっちかで、はい、うん、ここ、ここ2弦の、うん、ここな、1個、うん、一瞬ついて離れて、1、
1653、うん、よくあの数字を言うけど、これ全部ドスの話やから、そうね、ドスの基礎をね分かってないとでもいいし、うん、どっちでもいいわ。これこれこれ弾いてこっちって一瞬小指つけてだけでも6になるかな、うん、した方がいいか。いや、わからないけど3度でいいですよ。もう一瞬もうなんせ6が6というかもう小指が2弦につくと、こっちにあった小指がでまた同じことあとは。着地すればいいから、G で終わる、キー G やから、別にどんな終わり方でも好きに終わってくるとはいい。これ何でもいいし、G やから。いいじゃんこれ。いいね、G の5度から、こんなん言わん方がいい。言わない方がいいんじゃないよそれ。軽く言うと、D な、D の形をこれここにここでやったら、7ブレットやったらこれ。うんG のこれ3和音だけど、はいはい、普通に上からドミソって並んでないわけよ。はいはいはい、うん、C はこうドミソ席になってくれてるけど、うん、この場合な、うん、D の場合は、うん、513って並んだわけ、はいはい、ソドミ、うん、この、うん、これルート、はい、ルートをペダルにしてペダルとか言わないかルートの音を残して残して、はい、5とか下がっていっとる、5度が下がっていくと、わかるかな。こっち前。この細かいのができんかったら、こんなんでもいいし。なんかできるんだったら好きなようにやっていいんで。うん、メジャーセブンでもいいんで別に。うん、いいな、そこまでできないし、僕もできないし。なもう G で終われたらいいか。G でとにかく終わった。じゃあ、 半音ずつ下がるやつやってみようか。うん、ここから、おいいね、もうこれの D の音、うん、で半音ずつ、うん、あー、はい、G に着手する、うん、あ G ね、G の音な、うん、でここ、うん、ここから一本だけでやったら分かりやすい、うんうん、ここ下が半音下がって助走つけて、うん、あと、おお、なるほどね、もう一本の弦でやったらそうなんだね、うん、ああいいね、こんなんでもいいし、ああいいね、 G の形から、うん、こう、おお、5度が半音ずつ下がっとる、はい、同じやん、おお、さっきやったやろ、 5度が3音ずつ下がる、うん、5度、これセブンスから半音ずつ、うん、D まで下がる。下がるの、うん、ですよ。これがイージーです。余裕でしたね。だけど皆さん分かったかなこれ。頑張ってくださいな。終わりのフレーズいくつか紹介しとった方がいい？いいか。ラーメン食おう。